皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。中学校の方程式の3回目、今回は括弧のある方程式、小数分数を含む方程式、比例式、これについてお話しします。まず括弧のある方程式です。括弧のある方程式、これは分配法則を使って括弧を外して、解を求めていきます。例の括弧1に括弧 5x-4 括弧閉じてイコール 8x-4、 この括弧の前の2と括弧の中の項 5x-4 の部分ですね、これを順番にかけていきます。 2×5x ですから 10x、 2×-4 でマイナス8イコール 8x-4 ですね。文字の項を左辺に、数字の項を右辺に移行します。移行すると符号が変わりますね。 10x-8x ですね、イコールマイナス4足す8で、このように符号が変わります。計算すると 2x イコール4、両辺を2で割って x イコール2、これが1番の方程式の解です。括弧2番、マイナス x 足す8イコール5括弧 x-2、 こうなっていますね。この右辺の方に括弧がありますよね。これも上と同じように分配法則で括弧を外します。マイナス x 足す8、前の部分はそのままですね、右辺の部分 5×x で 5x、 5×-2 でマイナス10、こうなります。文字の部分を左辺に、数字の部分を右辺に移行します。移行すると符号が変わります。マイナス x-5x イコールマイナス10-8、マイナス 6x イコールマイナス18ですね。両辺をマイナス6で割ると x イコール3と、これが括弧2の解となります。次は小数を含む方程式、これについてお話しします。小数を含む方程式では、方程式の中に出てくる小数が小数第1位までだったら両辺を10倍ですね、小数第2位までだったら両辺を100倍して、小数を含まない方程式にして計算していきます。小数第3位までだったらそれは1000倍します。では例を使って説明していきますね。括弧1、0.5x 足す 1.2 イコール 0.2x 足す 2.4、 小数第1位までの式になっているので、これ両辺を10倍します。考え方はかける10と、こうやると、こちらもかける10、こうやって計算すると、こういうことです。これ分配法則で考えるので 0.5x かける10ですね、一応書いていきますね。 0.5x かける10足す 1.2 かける10イコール 0.2x かける10足す 2.4 かける10と、こういうふうに考えます。計算すると 5x 足す12イコール 2x 足す24と、こうなりますね。移行します。 5x-2xイコール24-12となりますね。ちょっと下書けないのでこちらに書きます。これ計算すると 3x イコール12、両辺を3で割る、考え方はこういうことですと、約分にして x イコール4というように、括弧1番の方程式の解を求めることができます。括弧2番、 0.2x-1 イコール 0.25x、小数の部分、前は小数第1までなんですけれど、後ろの部分が小数第2になっているので両辺を100倍します。考え方は同じです。かける100とやって、こちらもかける100ですよね。でこちらどんどんやっていきます。0.2x×100 は20ですから、
20x-100 ですね、イコール 0.25 を x×100、 0.25×100 は25ですから 25x、 こうなって移行します。 20x-25x=100、 こちらはマイナス 5x=100 ですね。ちょっと下かけないのでこちらに行きます。両辺をマイナス5で割ると x=-20 と、こうやって方程式の解を求めていきます。次は分数が入っている方程式の場合ですね。分数を含む方程式、これは分母を見て分母の最小公倍数を両辺に掛け算して整数だけの方程式にして計算していきます。例の括弧1、2分の 1x イコール3分の 1x プラス1と、分数の部分2分の1と3分の1ですよね。これ2と3の最小公倍数は6ですから、両辺に6を掛けます。つまりこういうことです。掛ける6、全体ですから掛ける6、括弧に入れて分配法則でやりますね。2分の 1x かける6イコール3分の 1x かける6足す1かける6、こうなります。約分しちゃいます。こちらも約分します。そうすると 3x イコール 2x プラス6ですね。移行します。文字は左辺でしたね。ですから 3x-2x イコール 6x イコール6というのが括弧1番の方程式の解、こうなります。括弧2番ちょっと難しそうなんですけれど、大丈夫です、簡単にできます。ルールは同じです。式は4分の 3x プラス5イコール8分の 3x プラス1になっています。まず分母を見ます。4と8です。4と8の最小公倍数は8です。時々4と8をかけて四派32だから30にかけちゃうって人いるんですけど、間違えないでくださいね。4と8の最小公倍数は8ですから8をかければいいんです。こうなりますね。4分の 3x プラス5かける8イコール8分の 3x プラス1かける8と、こう考えます。約分できるとこは約分しますよね。4と8で8の部分は2になりました。今度は8と8でどちらも1になります。さて左辺のこのかける2の部分残ってるんですけど、このかける2というのは 3x プラス5全体に掛け算するので、この掛け算するときには 3x プラス5は括弧の中に入れます。2を前に出して 2×3x プラス5と書いておきますね。もちろんね、括弧 3x プラス5括弧閉じかける2、こういう書き方でも構いません。イコール後ろの部分は1、1になったので 3x プラス1がそのまま残ります。分配法則すると 2×3x で 6x 足す 2×5 で 10 イコール 3x プラス1。文字は左辺に、数字は右辺に移行します。 6x-3x イコール 1-10、3x イコールマイナス9となって、両辺を3で割ると x イコールマイナス3と、これが2番の方程式の解ということです。最後に比例式についてお話しします。さて比例式って聞いたことないっていう人、覚えちゃってください。 a 対 b イコール c 対 d 小学校で習ったこれ比ですよね。あの式、これがこういう形で表したとき、これを比例式と言います。比例式の中に含まれる文字の値、これを求めることを比例式を解く、このように言います。
じゃあ比例式の解き方なんですけれど、こういう性質を使います。 A 対 B イコール C 対 D ならば AD イコール BC になる。どういうことってな、文字で読んでおくとこれね、何言ってるか分かりづらいと思うんで、実際に問題を解いて説明していきます。これ簡単に言ったらイコールを挟んで9対 X と3対5ありますよね。でその並んでる数字の外側同士をかけたものと内側同士をかけたもの、これって答えが一緒になる、こういうことなんですよ。つまり9と5をかけたものと X と3をかけた、これ答え一緒だよということです。では実際にこの比例式を解いてみます。 X が入っている部分を前に持ってきた方、つまりサインに持っていった方が、解きやすいので、そういう形でやります。つまり X×3、 3X を前に持っていってイコール外側の 9×5、 9×5 とこうなります。 3X イコール45、両辺を3で割って X イコール15と、で X の値が15と求められました。これを比例式を解くというんですね。括弧に2対5イコール4対括弧 X プラス3、括弧があってもルールは同じです。外側同士をかけたものと内側同士をかけたものの答えは一緒になると。 X が入っていたもの、これを左辺前に持ってきたいので、この外側同士をかけたものをまず前に持ってきます。2括弧 X プラス3括弧イコール5かける4ですよね。これ分配法則で 2X プラス6イコール20と移行します。 2X イコール 20-6、 2X イコール14となるので、両辺を2で割ると X イコール7と、でこのように比例式解くことができました。今回は括弧なる方程式、小数分数を含む方程式、比例式、この3つについてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。